そうですまずあのアウェーで勝てたことは良かったと思いますし、まあ、リーグ戦、ここ、うん、2試合ではこう勝てていなかったので、うん、まずは勝てたことが良かったと思いますし、まあ、試合の展開的に、まあ、前半2点入ってでいい形で前半終わることができて、まあ、後半、最後の最後で、うん、また追加点という形だったのですごいチームとしても。 うん次の試合に生きてくる戦い方ができたんじゃないかなと思いますそうですねやっぱりその移籍してきてすごい刺激を受けてますしその中で自分の特徴である運動量といところは毎試合出さないといけないと思ってますしまそれが出せているかなと思いますそうですねやっぱり高さのある選手がいる中で自分の 武器であるキックの質っていうところを存分に発揮できると思うのでもっともっとその結果だだっったたり数字っていうとといいいこころにこだわっていきたいと思いますそうですね、まあ、攻撃ではボールを大事にしてつないでくるイメージはありますで守備ではブロックを引いて守ってくるっていうイメージがあるので、まあ、なかなかそのこじ開けることは難しい。 そういう時にやっぱりセットプレーで得点を取れるチャンスが必ず来ると思うのでそういう一つ一つを大事にしていいいきたいと思いますすそうですねやっぱりミドルレンジっていうのは自分の武器ですしああいうシュートをもっともっと決めないといけないと自分では思っているので毎試合23本んチャンスが必ず来ると思うのでそれを決めきれるようにしっかり準備していきたいと思います。 そうです本当に毎試合素晴らしい後押しをしてくれていると思いますしソ連ンジ選手は本当に勝利で応えるだけだと思うので全力で勝利に向かって戦いたいと思います。